それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけどな。そうだな。となるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話や札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。空の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としてもいくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が街を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだ。だから不動産屋の仕事だ。は？空の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が堅気の仕事するって？ああ、織田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッサールプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な堅気に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な堅気の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ。そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか。新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。着いたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ、無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが堅気ってもんだろうが。
見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎてアクセサリーや髪型、靴、腕時計全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。ったくめんどくせ。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるがラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。お、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。よ、これでどうだ、錦。何笑ってんだ。いや、やっぱ何着てもまるで肩着に見えねえと思ってよ。ちっ、お前の見立てた服じゃねえか。わかってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが俺はこの服が気に入った。これでいい。え？おい、いいのか？全然リーマンっぽくなってねえぞ。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか。よし、わかった。そこまで言うならそいつは俺のおごりで。兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ？あ？鼻から俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそりゃ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ。立花不動産のなんてやつだっけ。織田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。よう来たが、待ちくたびれたぜ。おだ、三が抜けてるぞ。おい、上司呼び捨てにするやつがどこにいんだ。だいたいお前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あ、あれそうか。他にもっとマシな教育係はいねえのか、立花不動産には。バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。まあ
何もしないよりマシだわな。さてと、それじゃあ早速始めっか。まず今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせてる。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ？ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、平たく言いや、立ち退き料目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ。よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安いけど、こいつを競り落とすとその占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。占有屋はせしめた立ち抜き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。それじゃあその占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出さねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。キリュウ君の名刺だよ。これであんたも立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまり舐めた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。まさか上座に座ろうなんて思ってないよな。入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。俺たちが座るのは当然下座だ。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。コーヒーを。いや、注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。お前、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。客を待ちながら優雅にコーヒーなんざすすってちゃ話になんねえぞ。それがビジネスマナーってもんだ。そういうもんか。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて同じことは二度言わせんな。しかしめんどくせえな。何言ってんだい。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。
上の人間ほどわきまえてるもんだ。あ、おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃ、その先の取引にはつながらないからな。だが残念、名刺が逆さまだ。あま、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。なるほど。お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ1万払う気になれねえな。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート？いやー、こいつはなんていうかちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあえつに言ってるんですよな、桐生くん。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに。天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せくださいな、桐生くん。ああ、話は分かったな。要するに占有屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。
交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ、君に最初の任務をやろう。なんだ。ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。は？相手が専用屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。わかったよ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。ああ。